こんにちはアマゾンスサポータータ堀秀夫ですオーストラリアアマゾンへの FBA 納品方法、まあ、今ね郵便局の EMS で送るのがストップしてますオーストラリアには航空便も EMS も船便も行きませんそこで EMS と別な民間のねフェデックスだの DHL だの、まあ、そういったところの発送方法納品方法を使う必要があるんですけど これが郵便局の EMS で送るのと違って、まあ、民間の輸送方法は送り方によって劇的に到着日数や費用が変わります納品の際はおすすめの配送方法を確認してから発送してください普通に送って1か月以上だってまだ届いてないというのとね、まあ、おすすめの方法で送って えもう4日で届いてるともう本当の両極端なケースがあるんでねやっぱりこれあのノウハウ蓄積して、まあ、こうするとスムーズに送れるというの分かんないとねなかなか納品も厳しいなと思いました、ねまあ、せっかくサポート受けていらっしゃるんで、まあ、発送前に、えー、どうやって発送すればいいか確認してくださいまた EMS で送るのと違ってね、えー、発送面倒なんですけど逆に面倒ということはね納品してる人少ないんで 今送るとね、売れ行き非常にいいです。まあ EMS ね、復活するまで待ってよということじゃなくね、逆にここはチャンスだということでね、どんどん商品を探して送ることをお勧めします。またご質問、ご確認お待ちしてます。アマゾンスサポーター、堀秀夫でした。